神に愛され召された井口、白い山に消えていった命、誰より美学を磨いてきたのに容赦ない山のガットの仕打ち、自分に媚びずに引くに引かずに無言で与えたリアルな気づき、最大のリスペクトを送るぜ RIP 井口。エレコード大好き45歳直売ヤボラレンちゃんの役者長者にゃんにゃん、今日はですね大会をやることになりました。9月1日にですねチョコちゃんカップをこのコースの東海で、チョコちゃんとしてやります。はい、なんか私の友人に大会お金出しますっていう謎の人が現れてですね、まあ友人なんですけど、はい、どうせだったら賞金大会にしちゃおうかなということで賞金の大会を開くことになりましたということですね。はい、言ってもなんかその超高額賞金をトッププロたちに出すみたいな、なんかその辺はチョコちゃんじゃないなと思って、チョコちゃんはトッププロ選手確かに映してるけど別に育てたりとかしてるわけじゃなくて、なんかどちらかというと皆さんに公平に楽しんでもらいたいなということで、まあルールはちょっとこの後説明します。概要ですね、概要全体的に概要、チョコちゃんカップ開催日2024年9月1日日曜日です。9月1日日曜日、はい、あちらあのミドルキッカーを使います。あちらを使ってやる大会です。でコンセプトとしては多くの人が公平に楽しめる大会ということにしたいと思います。はい、ということでその大会の、まあ、ルールなんですけど、ルールってレギュレーションか、説明します。まず予選は全員ストレート限定です。はい、ストレートトリック限定でやります。しかもさらにですよ、プロまたはライダーもうこの大会もちろん出ていいんですよ。もう全然腕に覚えのあるねプロとかライダー出ていいんですけど、プロまたはライダーはスイッチオンリーです。はい、スイッチオンリーで、予選はストレートっていう感じで一般の方と戦ってもらいます。一般の方はねもちろんレギュラーでもスイッチでもどちらでもいいです。その中から、20人がですねセカンドステージに行けます。はい、20人セカンドステージに上がった時点で全員2000円もらえます。はい、でエントリー費が2000円なんで、あとまあ予選抜けたらもう元が取れましたっていう状態になります。はい、セカンドステージ、はい、20人上がりました。これがですねなんだっけな、あー好きな180です。はい、全員180で戦っていただきます。はい、プロまたはライダーはスイッチオンリーです。はい、なんでプロまたはライダーはハーフキャブかなんだスイッチバックワンで戦うしかないということですね。はい、もちろん一般の方々は4方向全部の180を使うことができますということでね、この180でだからまあスタイル的なね予選同様スタイル的な感じの勝負になるんじゃないでしょうかということがセカンドステージ。はい、そこから12人がサードステージに上がります。この上がった12人もですねまた報酬がもらえます。1人3000円もらえます。はい、この時点でねサードステージまで上がった人は5000円がもらえちゃうというねプラスになるという状態ですけども、サードステージはですね540です。4方向540までということなんですけれども、12人1位から12位まであるんですけど、何位はキャブ、2位はキャブ、5位はフロントみたいな感じで、そのランダムに上がった順位にその回転方向のお題がつけられているので、それの
540をやってるもらうという感じになります。あ、540なんですけど、540までです。だからまあ1から1でも3でも5でもいいです。ただ7通以上は無理ですということですね。1でも3でも5でもいいんですけど、キャブという指定があったならキャブをしなきゃいけないし、バックサイドという指定があったらバックサイドをしなきゃいけないというね、回転方向の縛りがありますということです。この12人からですね、5名がファイナル行きます。このファイナル行った5人はですね、ファイナル行った時点で、もう5000円もらえます。1人、ここまででファイナルに行けば、ファイナルに行った時点で1万円がもらえるというね、合計で、はい、素晴らしいですね。チャンスがどんどん増えてくると。でファイナルは自由です。ミドルキッカーでできる、まあ、好きなトリックをやって、この5人の中から上位3人を表彰したいと思います。はい、で上位3人はね、もちろん賞金が出ます。はい、っていう形になってます。はい、ということで、ちょっとねレベル差は分かんないんですけど、まあ予選がストレート、セカンドステージが180、サードステージが540まで、ファイナルが自由で、プロおよびライダーは予選とセカンドステージはスイッチ限定という感じで、やっていきます。1個ね懸念点なんですけど、多分ね検証が来たら来ないと思うけどね。でもワンチャンあいつそ賞金大会どこにでも現れる気配があるんで、検証が来たら、うちに置いてある透明な板、あれで出てもらいます。見てる人は賢秀が誰なのか分かんないかもしれないですけど、まあ大阪キングスのねライダーなんですけどね。あと賢秀とか、賢秀に匹敵するような男が現れた場合も、透明ボードを使っていただきますので、はい、参加資格は、男子女子、老若男女、全員大丈夫です。はい、特にね女性なんかはどうでしょうって感じだと思うんですけど、本当にメインはそのお題の完成度であったりするんで、でファイナルも難易度はほぼ見ない、若干見るかなってぐらいですけど、その並んでしまった時とかに見るかなって感じですけど、ほぼ見ないので、別に例えばサードステージは540までですけど、じゃあ360までしかできませんって人は、別に360のその完成度で全然勝負ができるんで、はい、老若男女問わずですね、全てのレベルの方大募集してますんで、ね、ぜひ9月1日はフォースの東海でですね、をお借りしてやらせていただく長ジャンカップ、ぜひお越しください。副賞で、表彰者には確か作ったけどまだ在庫で残ってるチョコジャンアパレル差し上げます。はい、まあ日曜日なんで、まあ昼間行います。そうだ時間に関しては、まあ、10時半ぐらいからやろうかなみたいなイメージです。はい、そんな感じで言いますね。まあまあでも詳細はまたどうしようかな、フォースノの本インスタとかでまた告知させてもらおうと思うんですけど、はい、詳細はねまた随時お伝えしていきます。はい、ということで大会があるんでね、まあなんでこのタイミングで行ったかっていうと、今まだ7月のまあ上旬なんですけど、まあなんか今のうちに練習しとけよっていう、そういう話なので、はい、まあ十分まだ練習期間もあるんで、ぜひね、多くの皆様からのご参加を、お待ちしてます。以上、お疲れ様でした。みんなが愛したヤタベの人しバツォバツォ、ザッピグチドープでマジックなシックな命、バダラオ忍者でのジャンプサッション、どっちも引くことなく挑み、一歩も引かずにライダー気取り、業界沿った俺たちの気負い、イグチ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 